のあるやつね。3つ持ってきました。これが T1 型。 T1 型ね。こちらが MS 型ね。一番端が L7S 型。 L7S よく聞くやつだねこれね。これがねやっぱ人気のモデルで、こちらちょっと見ていこうかなと思うんですけども、こちらあと公式と軟式あるので、そこのねちょっと違いも見ていこうかなと思います。はい、ではこちらになります。まずね、ちょっとウェブ一番近くでちょっと見ていこうかなと。これがまず T1 型。T1MS。MS。L7S。L7 と MS、ちょっと似てるね、形は。似てるね。はい、まずは T1 型。T1。T! そこの T じゃないな。T! これさ、結構小さめだよね。かなり小さい感じする。で、あとやっぱスラッガーだったら、まあ、T1 もそうだし、他の方もそうなんだけども、内野手だね。内野手だよね。ザ内野手。っていうイメージあるよね。ほんとね、指先とかもね。それぐらいまではいかないけどね。まあそれぐらい本当小さい感じ。そうだね。本当ね、結構これはセカンドかなっていうね。セカンドショート、ね。まあセカンドショートだよね。本当こういうね、グラブさばきっていうかね。っていうできそうな感じだもんね。そんな人はいない。はい、これが T1 型。今、はい。そして MS。MS は。これさっきよりもちょっと大きいかな。そうだね。ちょっと比べてみる。あ、そうだね。こんな感じかな。あ、でこう見るとちょっとあれだね。MS の方が丸いね、形が。なるほど。形もね、ちょっと違うかな。そうだね。ちょっと違うね。で、もう一つこの L7S。L7S。こちらは少し大きいんだよね。本当に気持ちね。で、またこうやって見ると、今度は L7 の方が丸い感じがするね。なるほど。だってやっぱサイズの違いってところでさ、気づいたんだよね。お、ウェブとこの人差し指の部分、ここを比べたら結構ね、あ、やっぱ指の長さ違うっていうのが思ったんだよね。お、ほら、こっち T1型ね、ウェブより短い、短いよりは下にある。そうね。で、これが MS。MS。まあ大体高さ同じぐらい。そうだね。最後これ L7S なんだけど、ほら、ウェブよりほど上に指が長いっていう。これは発見だ。世紀の発見だ、これは。世紀の大発見。こうやって、指の長さがね、違うっていうのは、そうね、あんまりね、見ただけだと分かんないけど、こういう感じで違いあるの分かるね。これで分かった ね。で、まあ、あと、このね、スラッガー、全部ね、逆土地なんですね。本当だ、もう最初からね。で、あとこのね、ここにね、スラッガー入ってるのなんかいいね。ここにね、こんなのあんま入ってないからね。スラッガーの特徴的には、まあポケットでしっかりと取るんだけども、内野手なんでね、当て取り。そうだね。手のひらでね。そうだね。だから結構ポケット浅いっていうのはイメージあるよね。そうだね。もう本当にガッと開いて、ブワーッと開いてね、もう本当にね、浅く使う人はもうこうやって使うからね。そうね、そういう人いるよね。本当に浅く当て取りで使う人もいるからね。本当当てるだけにしか使わないみたいな。そんな感じの。ロック閉じないみたいなね。で、あとはさ、まあ最初はまあ公式なんだよね、これ。皮はまあ硬いけれども、使っていくとさ、すごい柔らかい。柔らかくなるっていうのもね。そうだね。スラッガーは本当柔らかいイメージあるね。柔らかくなるイメージあるね。馴染んでくる感じ。で、あと今持ってるのが公式用なんだけど、もう一つね、軟式用。軟式用。これね、本当同じ、両方とも T1 なんだけど。T1 型。本当に違いっていうのが、デザインというか形は同じだね。だけどやっぱ一番違うこのラベルだね。ラベルだね。こっちが軟式用、硬式用、硬式用、軟式用がこういう感じになってるね。こっちのイメージの方が強いよね。確かにね。でも硬式はこっちと。で、あとどう？やっぱ持っててちょっと軟式の方が軽い感じする。なんかこれ持った瞬間軽ったよね。声がこぼれたから。軽いし、まあこっちの方が皮的にも柔らかい感じだね。やっぱその分ね、あとは皮質が違うって感じね。皮質がね。この皮質のあれかさ、この刻印のさ、濃さがちょっと違うっていうね。それはもう答えたじゃない。違うのかな。というわけでこんな感じがね、スラッガー。いいね。いいよね。というわけで、こちらスラッガーのグローブでした。はい、今回の動画は以上になります。チャンネル登録、それから通知ボタンでお願いします。お願いします。で、チャンネル登録はここから。もしもの動画は、こちらを見てください。バイバーイ。